こんにちは、3度の飯とデータが大好きな酒井です。今週の推奨馬なんですが、土曜日の京都7レースの、マイティースコールです。この馬能力的には500万を勝てる力は十分にあると思うんですけれども、ちょっと気難しい面があって、能力を出せずにちょっとここまで来てるんですが、今回は3キロ減の菱田騎手を起用して、で先行有利が相変わらず続く京都で最内枠をうまいこと引けましたので、これでスムーズに前に行ければおそらく能力を出せるんじゃないかと思っています。お父さんのステイゴールドが、このステイゴールドの子供が気温が上がるごとにだんだん成績が上がるというデータがありまして、土曜日の京都は最高気温の今のところ予想が28度ということで、おそらくステイゴールドの子供が力を出せる一番いい条件なのではないかと思っています。土曜日の京都で出走するステイゴールド3区はこの1頭だけですので、全力で単勝を買いたいと思います。酒井でした。